高橋千鶴子くん。はい、委員長。高橋くん。はい、日本共産党の高橋千鶴子です。熱海の土石流災害から、今月3日で9ヶ月となりました。私も現地視察に参加させていただきましたが、土のうが盛られていることや、土砂が流出し深くえぐられた源頭部、いわゆる起点にセンサーやカメラが設置されている以外は、発災当時とあまり変わっていないように思いました。大切な家族を亡くしたご遺族や被災者の気持ちは少しも癒えていないと思います。改めてお悔やみとお見舞いを申し上げます。静岡県は現場にまだ2万トンの土砂が残っているものの、今年の雨季を乗り越えてから撤去を行うと説明しておりました。不安が残ります。国の直轄事業も動いておりますが、応急対策に万全を取るようお願いしたいと思います。で、今回の法案がもっと早く成立していたら、あの災害は防げていたのか、ずっと考えております。そこで大臣に伺います。昨年7月の熱海土石流災害において崩落した盛り土は建設発生土であるという認識でよろしいでしょうか。そして今回の法案は熱海のような被害を防ぐことができるでしょうか。斉藤国土交通大臣。昨年静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害の際に崩落した盛り土の由来については不明でございますが、建設発生土が含まれていた可能性もある、このように認識しております。本法案におきましては、新たに造成される盛り土等について土地の用途にかかわらず許可にかからしめ、全国一律の基準により安全確保を図ること、既存の盛り土等についても災害防止のため必要なときは土地所有者や行為者等に対し是正措置を命令することを可能とすること、さらに無許可行為や命令違反等について厳格な罰則を適用すること等の措置を講じております。また法制度を実効あるものとするため、地方公共団体における執行体制の確立や盛土担当部局と廃棄物の担当部局、警察など関係部局との連携強化も促してまいります。国土交通省としては、二度と熱海市と同様の悲劇を繰り返さないよう関係省庁と連携しつつしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。高橋静子君。できると思うかという問いに対して答えにくいと思いますけれどもね、そういうつもりで作ったという理解をすればよろしいということでしょうか。斉藤国土交通大臣。はい、二度とこういう悲劇を繰り返さないという決意のもとに作りました。はい、高橋静子君。現場でも斉藤熱海市長などがこのようなことが二度と起きないようにと立法化を強く求めてきたということをおっしゃっておりました。その気持ちはみんな一緒だと思うんですけれども、だからこそね、国交省自身がお話しされている隙間のない規制というのが本当にそうだろうかということで、やっぱり今回のすでに委員会でも議論が出ておりますが、ゾーニングの問題ですとかね、やっぱり本当の意味での隙間のない規制にしていかなければ、抜け道を許さないという立場に立たなければ、審議を通してね、政府自身も思い切って修正かけるという気持ちを持って臨んでいただきたい、このように思っております。そこで静岡県土砂採取等規制条例に基づく届け出は 3.7 万立方メートルだったけれども、実際に崩れたのははるかに多い 5.5 万立方メートルで、かつまだ2万立方メートルが残っていると聞きました。県も市も届け出を正確にとか、参拝が混じっているんだとか、さまざまこれまでも指導してきました。しかし、資料の1枚目にあるように、県の条例では、県内全域が対象だけれども、これ条例自体は大変優れていると、検討会の中でもね、指摘をされているんですね。ただ、効力がとても弱いと、条例という限界があります。で、1ヘクタール未満として届け出をしていたことや、そのために森林法に基づく開発許可という点でもね、要件を満たさないとか、許可も必要ないとか、宅地造成法の区域ではあるけれども、宅地造成ではないからとか、そういった理由で土地利用規制では網がかからなかったということが示されていると思うんですね。そこで一般論で伺いますが、本法案は宅地造成等規制区域において、都道府県知事の許可の対象とする盛り土行為等は、
面積、容量を下限値、どのようにするのでしょうか。また、特定盛土等規制区域においても、届出制になるんですが、一定の要件、規模が大きい盛土というイメージがありますが、許可にすると思います。どの程度を考えているでしょうか。宇野都市局長。お答え申し上げます。本法案の許可の対象となる盛り土の規模については、今後有識者のご意見も受けたまわった上で、検討することになります。具体的には、宅地造成等工事規制区域については、現行の宅地造成工事規制区域における規制対象をベースにして検討することを想定しております。また、特定盛り土等規制区域については、今般新設する規定であるため、これに対応する現行の宅地造成等規制法の基準はございませんが、大規模な崖崩れ、または土砂の流出を生じさせる恐れのある盛土等として、適当な規模等について検討の上定めることとしております。高橋静子君。結局、そこでまたね、現行ベースっておっしゃいましたけれども、やっぱり一定のとこう高いところから始まるっていうんであればね、厳しく規制をしますと言っても意味がなくなってくるんではないかなと思うんですね。500平米以上かっていうことがちょっと議論されておりますが、そのくらいだと思ってよろしいでしょうか。宇野都市局長。先ほど申し上げました現行の宅地造成規制工事規制区域における規制対象が面積500平米を超えるものということになっておりますので、それをベースに検討させていただきますし、決して穴がないようにですね、きちんと危ない盛り土を規制できるような規模にしていきたいというふうに考えております。はいはい、高橋千鶴子君。で、その上でですね、今回の一般、これも一般論ですけれども、すでに災害が起きてしまった場所、ね、それは現行の宅地造成法にはこう引っかからない場所であったり、いろいろあると思うんですね。でも、もう災害が起きてしまったような場所は、もう今回の規制区域に含めると、そういうふうにするべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。斉藤国土交通大臣。ご指摘のように、過去に土砂災害等が発生した箇所においては、同様の災害が発生する可能性が高いと、このように考えます。このため現行の宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定にあたっての留意事項としても、指定の対象とすべき区域の自然的要件として、過去に大きな土砂災害が発生した地域と挙げております。本法案では、国が規制区域の指定に関する考え方を含む基本方針を定めるとともに、区域指定に関する具体的なガイドラインを示すこととなっておりますが、それらの中で、過去に大きな土砂災害が発生した地域が的確に区域指定されるよう取り組んでいきたいと思っております。はい、高橋静子君。はい、確認をさせていただきました。ありがとうございます。で、昨年7月6日の静岡新聞にこんな記事がありました。長年にわたり盛戸住民やはりこの場所との言葉を紹介しています。崩落現場は山林の奥まで侵入路がつながり、土を運んだダンプカーがしきりに出入りしていた。何年も土を階段状に積み上げていた。一体何をしているのかと思っていた、という近隣の会社員の声を紹介しています。私たちも大型バスは通れない、あまりに細い坂道を登って、ここをダンプカーが通ったのかと大変驚きました。で、法案ではね、知事の許可を得た盛土等は公表し、住民に周知を図ることになると思います。一方、許可の内容と実際が違うということもあるわけですよね。それを防がなきゃいけない。なので、住民による情報が通報されれば、すぐ行政が動くというような連携ですかね、仕組みを作るべきだと思いますが、いかがでしょうか。宇野都市局長。お答え申し上げます。本法案においては、許可を受けた盛り土について、工事現場による標識の掲示義務や、都道府県等による許可を受けた土地の公表を行うこととしており、これにより住民等による通報を促す仕組みを整えています。また、住民等から通報があった場合には、盛り土規制担当部局だけでなく、廃棄物担当部局や警察等と情報共有を速やかに図るとともに、これらの部局と緊密に連携し、是正命令等の措置を
的確に実施するよう、国としても不法な盛り土への対応方法をまとめたガイドラインを示してまいりたいと考えております。高橋千鶴子君、はい、ありがとうございます。情報の共有、非常に大きなポイントだと思いますので、しっかりお願いしたいと思います。一つ飛ばして次の質問に行きます。私の地元青森市内には国道から見えるところにメガソーラーが広がっていて、どこの県にもあると思いますが、その隣が沢を埋め立てておりまして、次なるメガソーラーを作るところでありました。この熱海と同じようなことが起きないかっていうふうに思いました。そして現実に起きているわけでありますが、資料の2枚目、これは昨年9月27日付の読売新聞です。太陽光施設崩落相次ぐという見出しであります。でこの写真に出ているのは2018年の神戸市須磨区ですが、西日本豪雨による土砂崩れで山陽新幹線の間際までパネルが落下しました。で下から記事の下から2段目に書いてあるんですが、西日本豪雨では19箇所の太陽光発電施設でパネルが損傷し、うち11箇所は土砂崩れだったと書いています。太陽光パネルの飛散落下などの事故は2019年度に135件とあります。そこでまず環境省に伺います。山間部のメガソーラー設置っていうのは今話したように沢を埋めるなど盛り土行為を伴うものと思います。全国でどのくらいあるんでしょうか。計画も含めて分かる範囲で伺います。で今月1日から施行された温帯法に基づき、地方自治体が再エネ促進区域を設定することになると思いますけれども、この盛り土崩落による災害の恐れ、これを考慮すべきと思いますが、どのようになっているでしょうか。白石大臣官房審議官。お答え申し上げます。お尋ねの その盛り土行為、直接統計というものではないですが、近似的なものといたしまして、林野庁の調査によりますと、林地開発許可の対象となる1ヘクタール以上 その林地開発行為において、太陽光発電事業を目的としたものにつきましては、平成24年度から令和2年度までの9年間で1700件程度、1万6000ヘクタール程度が実施されているということでございます。それから2番目のご指摘 その改正温帯法に基づく促進区域、こちらの環境への適正な配慮の観点から土地の安定性の確保が必要でございます。このため再エネ事業により土砂災害等の懸念が生じないよう促進区域を設定するということとしております。具体的に促進区域の設定にあたって遵守すべき基準を定めた環境省令も施行いたしましたけれども、土砂災害の防止の観点から規制対象となっている砂防山法等の指定区域につきまして、市町村が土地の安定性の確保に支障を及ぼすことがないよう検討することを義務付けでございます。またその同じ環境省令によりまして、各都道府県が促進区域の設定に関する基準を定める場合には、土地の安定性の確保について検討した上で除外すべき区域等を定めるということを義務付けてございます。さらにこの省令は現行法を前提とした省令でございますが、今般ご議論いただいております盛土規制法、こういったものの状況を踏まえまして、さらに関係省庁と連携をいたしながら、環境省におきましても適宜必要な対応を順次行ってまいりたいというふうに考えてございます。高橋静子君。ありがとうございました。すでに1700件 の, こうした山間部のソーラー、メガソーラーというのが起こっているということでありました。でそういう意味でね、非常に住民の懸念というのは高まっているわけですが、今お話ししていただいたように省令ができて促進区域といえどもね、やっぱりそうでは区域としては含めない方が良いというところ、含めないことっていうことで、基準案の資料、私、見ておりますけれども、しっかり明記をして、でその上で、新しく法律ができていけば、適時見直していくっていうお答えだったと思います。で今まさに議論している盛土等規制法の問題が、そこに反映されていくという理解でよろしいのかなと思います。ぜひ
しっかりとお願いしたいと思います。そこで今度は恵根町に伺います。で、近年で太陽光パネルの飛散落下などの事故どのくらいあるんでしょうか。で、そのうち、ね、土砂崩れなどに災害につながった事例がどのくらいあって、まあ、どのようにそれを分析対策を考えているのか伺います。七村大臣官房審議官。お答えいたします。電光作物の設置者は一定の要件を満たす事故が発生した場合には経済産業省に対して事故報告を提出することが義務付けられております。自家用の太陽電池発電設備にかかる事故報告の件数は2019年度は135件、2020年度は235件となっております。さらに2021年度につきましては本年2月まで集計した速報値で約250件となっております。こうした事故の原因を分析をいたしましたところ、2020年度に発生した235件の事故のうち約7割は電子基板の破損等によるものであり、土砂流出や地盤流出等を伴う事故は4件となっております。経済産業省といたしましては、こうした事故を踏まえまして2020年2月に太陽電池発電設備にかかる技術基準を改正し、土砂流出または地盤の崩壊を防止する措置を講じなければならないことを規定するとともに、2021年12月には NEDO 国立研究開発法人新エネルギー産業技術開発機構が作成した傾斜地設置型等に対応した設計施工方法のガイドラインを技術基準に取り込むといった対策を講じてきたところでございます。高橋千鶴子君。ちょっと語尾が聞き取れなかったところがあったんですけれども、まあ、7割はね、電子基板とかの、まあ、事故であるというお話で、まあ、それはそんなに大きくないよっていう趣旨でおっしゃったのかなと思うんですけれども、まあ、この間そのガイドラインを作ったりとか対応してきたっていうことは、やはりさっき環境省に対しても質問いたしましたけれども、やっぱりソーラーそのものがやっぱり盛土行為にもなったりするわけですから、そこの対策がしっかりしていないと土砂流出とか災害による影響っていうのがあるということを意識して取り組んできたという理解でよろしいでしょうか。すいません、もう一回整理。七村大臣官房審議官。はい、その通りでございます。高橋静子君。はい、ありがとうございます。盛土による災害の防止に関する検討会、この中でもソーラーの専門家の方もいらっしゃいましたし、ずいぶん議論がされておりました。また経産省がね、なんかイコールみたいに盛土行為だからイコール危険だみたいな議論をしちゃいけないみたいなことをおっしゃいました。これ正しく理解する必要があると思うんですよね。それで大臣に伺いたいと思うんですが、提言の中では盛土総点検に加えて太陽光発電の点検を実施している地方公共団体もあるということを言って、地方公共団体との情報共有や連携を指摘しつつ、温帯法による再エネ促進区域設定の検討にあたっては、土砂災害の防止の観点から規制されているエリアについて、近年の土砂災害等の懸念を踏まえつつ、土地の安全性を含む環境保全の観点から十分に考慮すべきであると指摘をされています。で、先ほどですね、環境省にも再エネ促進区域と盛土等の関係は聞きましたが、再エネ設置のための盛土工事に対しても、当然ね、今回の区域の設定ですとか、許可要件ですとか、そういう中で十分に考慮されるべきだという議論だと思うんですが、大臣の認識を伺います。議長。斉藤国土交通大臣。先ほど高橋委員ご指摘あったとおりでございます。昨年の有識者会議よりいただいた提言では、地域温暖化対策の推進に関する法律に基づく再エネ促進区域の設定にあたり、土砂災害防止の観点から規制されている区域について十分に配慮すること、
について指摘されております。国土交通省としては再エネ促進区域設定にあたって遵守すべき基準の策定に際し、環境省と連携して取り組んできたところでございまして、引き続き制度の円滑な運用に向けて連携して取り組んでまいります。また本法案に基づく規制区域において太陽光発電設備の設置に伴い一定規模以上の盛り土等がされる場合については、本法案に基づく安全基準への適合を求めることとしており、再エネ促進区域の適切な運用に合わせて盛り土等に伴う災害の防止に向けて取り組んでいきたいと思っております。高橋静子君。はい、ありがとうございます。しっかりと位置づけていただけると思います。再エネ本当にね、伸ばしたいという気持ちはみんな持ってるわけで、協力したいと思ってるけれども、現実にね、住民との間でやっぱりきちんとしたと意見を聞いてもらえないとか、そういう災害が起こった地域であるということで適地ではないんじゃないかという意見に対してね、やっぱり事業者との間で現実にはこうトラブルが起きているという中でね、やっぱり沢を埋め立てるということはそういうことになるんじゃないかと。で、その上にパネルが乗っかるわけですから、二重の被害に、単なる土が崩れるだけではなくて、二重の被害になるということをやっぱりちゃんと見る必要があるんじゃないかなと思います。それでちょっとの時間ありますので、さっき飛ばしたところを一つ伺いたいと思うんですね。土地の所有者や工事主らが許可を得て工事を完了した後も常時安全な状態に維持するように努めなければならないと、安全の確保義務があります。で、これ現行の宅地造成登記方法にも同じような条文があるんですけれども、今回ね、ただ同じく書いたっていうのではない違いがあるのかなと期待するわけですが、いかがでしょうか。宇野都市局長。お答えいたします。現行の宅地造成等規制法では規制区域である宅地造成工事規制区域内の宅地が工事完了後も適切に管理され、崖崩れや土砂流出といった災害が生じることのないよう、その所有者等に対し常時安全な状態に維持する努力義務が課せられております。今回の法案におきましても、新たな規制区域である宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内の盛土等が行われた土地について、その所有者等に対し常時安全な状態に維持する努力義務を課すこととしており、その法的な性格は現行法の努力義務規定と同様です。なお今回の改正では規制区域が指定されるエリアや規制対象行為が従来よりも拡大することから、これに伴い努力義務の対象が広がることとなります。高橋静子君。すでに宅地造成そのものがね、崩落をして被害が大きな災害につながったとか、そういうすでにあるものに対してもね、しっかりと安全確保義務をかけていくと、それが担保されるってことが非常に大事だと思っておりますので、そのことを質問させていただきました。今日は最初に大臣に聞いた建設発生度の問題、次の時にまとめて質問したいと思います。終わります。ありがとうございました。次に田谷